たんですよ、はい、で相手のディフェンスもどっちか分からない中での、はい、清武から武藤へのパスだったので、ね、はい、非常に効果的でしたよね。武藤もスピードを生かして左サイド駆け上がり、そしてピンポイントクロス、最後は日本の10番